共にアイリーを助けた男が七つの傷の男。騎馬一族を倒した後、ケンシロウの傷を見たレインは一瞬戸惑う。だがケンシロウに非行を押され、視力が回復した妹の言葉により、もう一人の七つの傷の男が浮かび上がる。ケンシロウの兄ジャギ。やがてケンシロウはマミヤやリンをレイに任せて旅に出る。弟の名を語り、暴力を尽くすジャギを倒すために。数日後、ケンシロウからレイ宛に手紙が届く。そこにはジャギは倒したが、しばらく旅に出ると書かれていた。レイは独自の調査を行い、ケンシロウの3人の兄の存在を突き止めていた。奴は残りの2人にも会い、伝承者争いに決着をつける気だ。そう感じたレイは、北斗の自警トキがいるという村に向かう。自分を人間に戻してくれた友の恩に報いるために。今度の敵はおそらく身内、生きて帰れる保証はない。伝承者としてケリをつけようとする友、俺はその力になりたい。第3話、悲しき天才。雑魚が千匹かかってこようと、俺は倒せん。あれは時のデクガイダイ。奇跡の村を知ってるかい？
触れるだけで病を治しちまう救世主がいたって話さ。触れるだけで北斗神拳ならばあり得ることだ。ここからでは攻撃も届くまい。
はいけないでしょうね。したくて仕方がない。貴様、ただ一人だけ。時様の出会いやろう。今日はなぜかお前らを殺したくて仕方がない。死ねをデクと呼び、まるで実験でも楽しむように次々と。
ドキ様の命令だ。貴様もデカにしてやるぜ。奇跡の村で妙な剣法家に襲われ、時に助けてもらったことがある。あの頃の時はまさに救世主だったよ。なんで変わっちまったんだかな。
Thank you.
お疲れが本番よ。許さねえ。てめえらの血は何色だ。貴様もドキ様の研究に協力させてやろう。
死にたいんだろう。奴は自分では言って、北斗神拳の他に南斗聖拳とかいう拳法も習得しているとかいう話だ。天才を自称し南斗聖拳を使う。読めたぞ。俺はその男を知っている。どけ！その男はトキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南斗聖拳を学んだ男だ。アミバ、他の男は騙せても俺の目はごまかされんぞ。顔まで変えてトキになりすますとはな。ここに霊が現れるとはな。お前の言う通り、俺はアミバだ。俺は天才だ。誰もお前には勝てん。
天才のこの俺が。時はここにはいなかったか。なんと水晶剣の神髄、反応したようだな。